最高神マリバスク神話は、スペインとフランスの2カ国にまたがるバスク地方における神話。ゲルマン神話、ギリシア神話、彼はら、日本神話のような創造神話は、バスク神話には存在しない。バスク神話の神や性は、馬、お牛、イノシシ、オスヤギ、オスヘビ、ハゲタカなどの姿で現れる。古代には、ケルト人がバスク地方に自然信仰を持ち込んでおり、 太陽、月、大地、天空などについての神話も存在する。マリという女神が、最高神であり、宇宙や豊作をもたらしたり、旅人を導いたりする。ラミアという女性は魔女、または、子供の血を吸う鬼として現れる。シュガールという男性神は雷神であり、オスヘビの化身である。エレンソゲと呼ばれる竜伝承なども知られている。スペインの考古学者。 民族学者であるホセ・ミゲル・デ・バランディア・ランは1960年にバスク神話を表している。ハンス・ビル・ヘルム・ハウシヒが1973年に編集した古代ヨーロッパにおける神々と神話の中でもバランディア・ランがバスク神話について一章を抑えている。1972年にはバスク大百科辞典の第七巻としてバスク神話入り辞典が刊行され、 同年バランディアラン全集の観光が開始され、第一巻は前日の営利時点となっている。ありがとうございます。